Truckers X TV on air。 We are now live in 3, 2, 1。Welcome back to another exciting episode of Tokyo Mirage Session, hashtag FB Encore. In the previous episode, we did Barry SideQuest story. Today's episode right now should be short, should be short and clean, as with under 15 minutes or less, but we'll be doing Miss Michael's side story. If you're happy with today's episode, make sure that like button to support is greatly appreciated the channel. どうしたんですか、マイコさん。真面目な顔して。ヤシロ君がフォルトナに入ってきたじゃない？芸能界きってのカリスマ二大巨頭がついに集結。これはコラボの予感だと思うのよね。え？ステージの上でぶつかり合う才能と才能、手に汗握るプライドバトル。もたらされるものは破壊、それとも創造？はあ。どうかしら。まあ確かにちょっと見てみたい気もします。出しょ出しょ、これは早速あの二人に話を持ちかけてみるべきだわ。Okay, that was not the thing I was thinking of. Okay, there you go. I'm about to say, why didn't the thing didn't pop upWe go. どうしました？というか、マイコさん、酔ってますね。酔ってまーす。でも、今日はほろ酔いなので大丈夫よ。それで、俺は何をすればいいんですか？あのね、そこに段ボールがあるでしょ。その中に入ってるものを整理したいの。例えばね、初めてもらった手紙は焚き火の中、ペアリングは海の底、傷ついた私の心はどこがふさわしいのかしら。この人何を言って。ねえ、いつきくんのお手手はこうこう。帰っていいですか。ごめん、嘘、冗談だから帰らないで、お願い。やれやれ。結構いろんなものが入ってる。どれから片付けようか。これは人事ファイルか。どこにしまうのがいいだろう。おお、出てきた出てきた。懐かしいわね。ああ、この時ちょうど東馬くんがエキストラでやらかしたのよね。やらかした。そうそう、エキストラなのにさ、主役を食ってやるなんて言っちゃって、もう超目立っちゃって、結局あの子のシーンは全カット。うちにも苦情が来たっけ。あいつらしいですね。そうね、まあそこが東馬くんの悪いとこでもありいいとこでもあるわよね。あいつ前よりも頑張るようになったわよ。いつきくんが来たから燃えてるのかもね。キリアさんのデビューシングルだ。どこにしまうのがいいだろう。ああ、それキリアのデビューした時のやつじゃない。この頃はキリアもナイーブでね。まあ今もだけど、とにかく
本当に笑わない子だったの。そうだったんですか。でもあなたたちが来てからだいぶ表情が柔らかくなったわね。可愛い後輩ができたからかしら。キリアも大人になったのかもね。雑誌テレビジオン、どこにしまうのがいいだろう。エリーが初めて乗った雑誌なのよ。その時は脇役だったんだけどね、ドラマの紹介でちょこーっと端に映ってたのよ。へえ。それがさ、笑っちゃうのよ。私が事務所に来るじゃない、テーブルの上にその雑誌が置いてあるのよ。しかもご丁寧にそのページ開きっぱなしで、そしたらエリーが忘れ物ってすまして言うなよ。目に浮かびます。もう可愛くて可愛くて、一見きついから損しちゃってるとこあるけど、エリーはとってもいい子なのよ。宇太郎のソフトか、どこにしまうのがいいだろう。ああ、それ月のサンプルソフトじゃない。サンプルソフト。そうよ、ザーリアにシステムを作ってもらったんだっけ。そっか、月はこのソフトで作られた曲から生まれるパフォーマで。そうそう、あの日チキと出会ってから全てが始まったのよね。あの日はちょうどしこたまお酒を飲んだ後でさ、消えかかってるチキを見かけた時は泥酔状態の時だけ見えるっていう妖精さんかと思ったわ。かけらもドラマチックじゃないですね。あの子とももう5年、全然変わらないわね、あの子は。ああ、私もバーチャルになれないかしら。あらかた片付いた。これは。何なんですか、これ。これはね、ウォルトナ創設以来の即席ってとこかしらね。みんな楽しそうですね。ガンフル剤ってところね。しんどい時とかに眺めたりするのよ。もう5年か。舞子さんはどうして社長に。ファッションモデルから急にですよね。あえて言うなら使命感かしらね。使命感。この世界を救うために私が戦わなくちゃって。5年前にあの事件が起こってチキと出会ってフォルトナ立ち上げることになっちゃって、それからはマスターを集めるのにがむしゃらだったわ。そうだったんですね。モデル業を諦めきれなくてクサクサしてた時期もあったけどね。だけどいろんなタレントたち見てるうちに舞子さん思ったわけよ。自分が表に立つよりこの子たちをもっと輝かせたい、頂点にまで連れて行ってあげたいって。だから今ではこの仕事を誇りに思ってるわ。
なんか語っちゃったわね。こういうの久しぶり。何？これが樹くんの包容力？若いくせにやるじゃん。そうそう、今日のお礼に樹くんにいいものあげちゃおうかな。いいもの？じゃじゃーん！今では手に入らないレアものよ。もう一度本物が見たいな。この間の堀野沢さんの事件の後に舞子さんの撮影あったじゃないですか。あの時の舞子さんがすごい輝いて見えたっていうか。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。実はね、この写真集3部作なの。最後の3作目を撮る前に引退しちゃったからね。グアムで撮るはずだったのよ。それが未練って言っちゃ未練なのかななんてね。でも今はこの仕事に生きがいを感じてるから大丈夫よ。そうですか。いつきくん聞き上手だからつい喋りすぎちゃった。それじゃ今日はありがとう。また何かあったら頼むわね。With that, we'll end today's episode right here, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe, Shrek is X Team, and I'm sending out.